の愚か者が。劉備の兵糧についてはともかく、なぜ孫権の兵糧と武器まで止めたのだ。あ、いいか、孫権は連合軍の先鋒将軍だぞ。存じております。孫権の戦場での手柄、これはもとより兄上を侮っていたことも存じています。そこまで知っているのに、なぜ怒りを買うような真似をする。兄上、具体の話をお聞きください。官室に力はなく、もはや風前の灯火、愚かな者がただ延命させているだけです。その漢帝国は董卓が牛耳っており、それは多くの野心家が今までやりたくてもできなかったことなのです。私が愚か者だと言いたいのか。そうではなく、兄上はもっと賢くあるべきなのです。今回十八鎮諸侯が集まりましたが、それは国のために俗を打つという忠義の心からではありません。あの者たちは天下の乱れに乗じて己の勢力の範囲を広げたいだけなのです。最も危険なのは調査対象の孫権。あの男が洛陽を落とし董卓を撃てば、清涼の兵を手中に収めるでしょう。そして董卓に代わって朝廷に入り、自ら天下に歯を唱え、董卓よりも恐ろしい存在になりますぞ。それは、十分にありうるな。ですから、兄上、我々の策としては、董卓を倒すとともに、孫権ら諸侯の兵力を削ぐのが最良かと。望むべくは全滅に。さすれば天下はおのずと兄上の手の中に落ちます。そんなことは百も承知よ。ただお前はどうこしている。どこがです。頭を使え。孫権は先鋒将軍なのだ。奴が負ければ数十万の連合軍は総崩れ、我らの名声も地に落ち、大業は果たせなくなる。申し上げます。報告です。明主、昨夜李覚と郭氏が率いる八万の清涼軍が白馬の要塞に夜襲をかけ、孫将軍は敗走。明主、董卓が25万の清涼軍を率いて出陣、国賊を討伐すると。5日以内に孫権殿、10日以内に申せ。名士の首を取ると。聞いたか。今や我らが賊だ。勝てば官軍、負ければ賊となるのだ。董卓が勝てばお前の妙案も全て絵に描いた餅に終わるのだぞ。孫権が弱すぎるのですよ。バカ者、まだ分からんのか。兵糧なしにどう戦うのだ。孫権殿はやはり惨敗でしたか。孟徳殿か。なぜそう思われた。聞かせてもらおう。孫権殿は勇猛ですが、勝ちを求めるあまり深入りしすぎた。慢心は大怪我のもとです。さあ袁紹殿、今こそ立ち上がるべき時ですぞ。すぐに孫権の敗戦と董卓軍の情勢を全軍に伝える。その後諸侯を集め協議をするとしよう。いえ、孫権殿の敗戦を諸侯に伝えてはなりません。逆にこう伝えるのです。孫権殿の大勝だと。董卓は雪崩のように負けた。孫権殿は援軍の到着を待ち、古老館に攻め込み、洛陽城を取ると。
こうでもしないと敗戦の知らせは諸侯に動揺を与え、結束が弱まり、連合軍は崩壊します。よかろう。宴席を設け、孫将軍のため祝おう。皆々様、孫権殿が賊を打ち破り、連合軍の名声が広まった。ここに孫将軍の勝利を祝おう。孫権殿に乾杯だ。董卓の敗北は近い。数日後には都で祝宴が開けますぞ。袁紹殿、董卓自ら出陣したとは本当ですか？そうだ。ではなぜ今宴などを開いているのです？いつをもって牢を待つ。これぞすなわち勝利への道である。董卓の大軍は出発し、孫権殿の軍は窮地に立たされている。袁紹殿は心配ではないのですか？袁術、どうして兄者の不要を止めたのだ？嫌がらせのつもりか？たかが補給手の分際で、なんと無礼な。何？恥知らずに無礼な態度をとってどこが悪い。行ってみよう。よし、諸侯たちよ、お集まりの諸君はこの三人の振る舞いを許すのか？ではこの演術、故郷に帰らせてもらう。コール殿、お待ちを。演術殿は副名士として連合軍の兵糧を仕切っておいでだ。お帰りになられては我らが飢え死にします。そうだ。それは困った。お座りくだされ、それならば我ら兄弟が去ります。玄徳殿、お待ちを。そなたは官室の末裔、我らの旗印も同じ。連合を去るなど我々としては非常に惜しい。ご冗談でしょう。お分かりのはず、天下は広い。されど共に栄えはしないと。見えるか、あの城こそが十八鎮諸侯軍の本陣。父上、関鳥羽と宝天雅撃で叩きのめしてやります。そして私が必ずや袁紹の首を取り、ご恩に報います。よし、いいぞ。我が息子は英雄にして天が無敵は。しかし袁紹など大したことはない。恐れるに足りん。あの男の首を城門に掲げてやろう。だが奴一人に、宝仙、お前がわざわざ行くまでもないが。では曹操の首を。わしはあいつが本当に憎い。刻んで骨を砕き灰にしてやりたい。それでこそわしの気も晴れる。ご安心ください。
私が必ず曹操の首を取ります。うん、おい、よく見よ。手前の城壁は極めて高く頑丈。我が軍は野戦に強いが固い守りには弱い。もし炎章のやつが守りに入り出てこなければかなり厄介だ。何か策が？策はある。こうしよう。待ち伏せをするのだ。お前が百騎を率いて戦い、炎章を中から引きずり出すのだ。我々は野外で奴と決着をつける。百騎もいりません。一人で十分。はぁ、あ、天下を狙ってるくせに炎章め何が名手だ。はあ、出て行く前に遺骨を引っ叩いてやりたい。潮飛、そんなことはやめておけ。お前の手が汚れるぞ。はあ、正直に申さば、連合軍から離れたくない。だが我らは認められていない。なぜだ、兄者。十九神将軍の座に未練があるのか。名ばかりの座に未練などない。私は天使のことが心配なのだ。都の賊を倒すことが連合軍の目的。ああ、ならこうしよう。我ら三人で洛陽に攻め入るのだ。それで董卓の首を取ろう。消費、口を慎め。兄上、我ら三兄弟、来る時も去る時も共に、心配はご無用です。炎章、曹操、よく聞くのだ。お前たちは亀か。早く出てこい。私と勝負しろ。申し上げます。名手、清涼軍の先鋒が来ました。兵馬は呂布一人にございます。曹操殿の首を取るとほざいています。ありがたいものだ。私の名も天下に広まった。なんと命知らずだ。よく考えよ。呂布のやつは一人で来たのだぞ。我らを見くびっている証拠、この屈辱、まことに耐え難い。では劉三党に行かせよう。必ずや呂布を切り落としますぞ。よし、我が軍の関羽に戦わせます。お待ちを。我が軍の王忠は以前より呂布を切り、関鳥羽を手に入れたいと申しております。よし、名手。今お名前の挙がった3名の将軍はすでに出陣されました。それで剣を交え、三将軍とも馬上から呂布に切り落とされました。何、そんな。伝えよ。城門を閉め、何人も勝手に出陣させるな。よい。城内の諸侯ども、腰抜けどもめ、いつまでじっとしている。この呂布が見せてくれるわ。どうした、何をする気だ。城内の諸侯ども、十八神諸侯にこの呂布が矢を十八本送ってやる。一騎打ちが怖いのか。ならば束になるがいい。十八神諸侯皆でかかってこい。この呂布が一人で十八人の首を取ってみせるぞ。炎章殿、敵は目前、董卓自らの出陣。勝たねばならぬ戦ゆえ、この曹操、策をご提案申し上げる。おお、それはありがたい。
いくら勇猛とはいえ、呂布は一介の将軍に過ぎない。奴が大口を叩けるのは、董卓の大軍が控えているゆえ、董卓は呂布を餌にして我々をおびき出し、城外での戦いを狙っている。ゆえに半日は出陣を控えるべきです。我々は正午まで待ち、西凌軍が手薄になった時、敵を迎え撃つのです。ああ、その通り。確かに。炎術殿、約束した兵糧は未だ影も形もないぞ。我が軍の兵士や馬を飢えさせるつもりなのか。ゴーラ殿、我が軍にも兵糧が来ておらぬぞ。我が軍もそうだ。いついただける。どのくらい兵糧があるのだ。なぜ炎術殿が仕切る。それほど偉いのか。宝尊将軍、失礼だぞ。貴殿が一体これまでに何をされたというのだ。官服殿、我が領地を奪って返さぬとはどういうつもりだ。よし、では聞かせてもらおう。貴殿の武将が我が領土から軍馬を奪うのを追ってるじゃないか。何を言ってる。もう偉いというつもりだ。ここに直れ。諸侯たちよ、私の話を聞け。これこそ天下が乱れた根源ぞ。劉備殿はこう言った。天下の乱れは人の心の乱れゆえ、董卓の大軍が目の前に押し寄せているというのに、我々は内輪もめをしている。天下も乱れるはずだ。うるさい、黙れ。やめろ。そこを立ちよ。落ち着け。争っている場合か。このようなくだらない者たちと大事は語れ。